ディスプマシンはディスプを主要なプログラミング言語として効率的に実行することを目的として設計された汎用のコンピュータである。ある意味では最初の商用シングルユーザーワークステーションということもできる。それほど数量的に大成功を収めたとは言えないが、その後よく使われることになる様々な技術を商用化する先駆けとなった。例えば効率的。 ガベージコレクション、レーザーアップリンター、ウィンドウシステム、コンピュータマウス、高解像度ビットマップグラフィックス、ケイズネットなどのネットワーキングにおける技術革新などである。1980年代にシンボリックス、ローミー、テキサスインスツルメンツ、ゼロックスといった企業がリスプマシンを製造販売した。オペレーティングシステムはィスクマシンィスクやインターリスクで書かれ、後に一部は コモンリスプで書かれた。1960年代から1970年代にかけて人工知能プログラムは当時の基準では非常に多くのプロセッサ時間とメモリ空間を消費するものだった。当時の研究機関で使われていたコンピュータは高価であるために多くのユーザーが共有して使用するのが一般的だった。 1960年代から1970年代にかけての集積回路技術の進展はコンピュータのサイズとコストを小さくしていったが AI プログラムが使用するメモリ量は一般的な当時の研究用コンピュータのアドレス空間を超えようとしていた。研究者たちは巨大な人工知能プログラムを開発指導者させるのに 最適化した新しいコンピュータを設計することを検討し始め、リスププログラミング言語の実行に最適化されたマシンを作った。そのオペレーティングシステムを単純にするために、リスプマシンはシングルユーザー用のマシンとなった。MIT に展示されている初期のリスプマシン1973年、MITAI 研究所のプログラマ、リチャード・グリーンブラッドとトムナイトは、 MIT リスプマシンプロジェクトを立ち上げた。これは基本的なリスプの機能がハード的に動作するコンピュータを構築するもので24ビットのタグ付きアーキテクチャを採用していた。また、このマシンはインクリメンタルなガベージコレクションを採用していた。リスプの変数はコンパイル時ではなく実行時に片付けされるので、 普通のハードウェアでは2つの変数の加算に通常の5倍の時間がかかる。リスクマシンでは通常の加算命令で型チェックを同時に行う。型チェックが失敗した場合、並行していっていた加算結果を捨て再計算する。したがって多くの場合、単純な加算だけで済むので高速化される。このようなチェックを並行して行う手法は、 配列の境界チェックなどのメモリ管理関連でも行われている。シンバーリックス3600シリーズでは32ビットワードを36ビットワードに拡張することで型チェックがさらに強化、自動化された。これは後にさらに40ビットワード以上に強化されている。追加ビットの一部はデータ型を保持するのに使われ、その他は CDR コーディングの実装やガベージコレクションに使われた。さらなる改善として、二つのマイクロコード命令でリスプの関数呼び出しをサポートし、関数呼び出し、当たりのコストを20クロックサイクルに削減している。最初のマシンはコンズと呼ばれた。コンズはトムナイトが終止論文のテーマとしたことからナイトマシンとも呼ばれた。その後、 さらに改良された c a d アと呼ばれるバージョンが完成した。アーキテクチャは基本的には同じである。25台の c a d アマシンが MIT 内外に約5万ドルで販売された。ハッカーの間で人気となり、すぐさま隠しツールが移植されていった。1978年に MIT で開催された AI 会議で好評を博し、DARPA ーーはその開発に 資金提供を開始した。1979年、ラッセルの二日は、リスクマシンが商業的にも将来性があると確信し、グリーンブラッドにその技術の商業化の提案書を書かせた。ネッカラのハッカーであったグリーンブラッドにとって、商業化はポリシーに反することではあったが、AI 研究所の雰囲気をそのまま持ち込んだような会社が作れるのではないかと考え、 反対はしなかった。しかし、ノフツカーの考えは、それとは、全く違っていた。両者は、長時間にわたって話し合ったが、合意には至らなかった。AI 研究所のハッカーたちの全面的な支援が、なければこの事業が成り立たないのは明らかであったため、ノフツカーを選ぶか、グリーンブラッドを選ぶかは、ハッカーたち自身に任される、ことになった。その後の議論により、 研究所は二つの派閥に分裂する事態となった。1979年2月、大多数のハッカーは、グリーンブラッドの自己満足的な企業よりもノフツカーの考える企業の方が将来性があると判断した。グリーンブラッドは負けたのである。ノフツカーの企業シンボリックス社が徐々に形を成し、グリーンブラッドが承知していた頃、CDC のコンサルタントが、 グリーンブラッドを訪ねてきた。CDC は自然言語処理アプリケーションを西海岸のハッカーたちと開発しようとしており、それにグリーンブラッドのリスプマシンが使えないかとやってきたのであった。ノフツカーと決着のついた話し合いから8ヶ月後のことであった。グリーンブラッドはノフツカーに対抗するリスプマシン企業を始めると決めていたが、具体的には何もしていなかった。 そのコンサルタント、アレキサンダー・ジェイコブソンは、グリーンブラッドが会社を起こすのを助けることを決め、経営計画などをまとめた。この新たな企業は、ローミーと名付けられ、ジェイコブソン経由で CDC の資本で設立された。この頃、シンボリックス社が事業を開始した。ノフツカーがグリーンブラッドに対して1年間の猶予を与えると約束したことと、 ベンチャーキャピタルからの資金集めが難航したための遅れであった。しかし、AI 研究所のハッカーたちのうち3、4人はグリーンブラッドについたものの、他の14人のハッカーがシンボリックスで働くことになったことで、シンボリックスにとっては有利となった。ただし、リチャード・ストールマンとマービン・ミンスキーの2人はどちらにも組みしなかった。ただし、ストールマンは、 AI 研究所を中心としたハッカー文化を衰退させたとしてシンボリックスを非難している。1982年から1983年末までの2年間、ストールマンはシンボリックスのプログラマたちの成果のクローンを作る作業を行い、研究所のコンピュータ群においてシンボリックスが独占状態となるのを防ごうとした。 シンボリックスは1980年から1981年にかけてキャドアを LM-2 として販売開始し、ローミーもローミーキャドアとして販売開始した。シンボリックスは新たに開発していた3600ファミリーをなるべく早く出荷し、LM-2 の販売を早々にやめる予定だったが、3600の開発は遅れに遅れ、結局7万ドルの LM-2 は、 約100台出荷された。両社は、c a d アベースの第2世代の製品シンバーリックス3600とローミーラムダを開発した。約1年後にリリースされた3600は、c a d アのワード帳を36ビットに拡張して、アドレス空間を28ビットとし、c a d アではマイクロコードで実装されていた機能の一部をハードウェアで実装し、高速化したものであった。 さらにその1年後に登場したローミーラムダはマイクロコードレベルでキャドアと互換性があるがハードウェアには差異がある。テキサスインストゥルメンツ社はローミーラムダのライセンス供与を受け互換マシン TI エクスプローラーを開発した。ローミーラムダと TI エクスプローラーの一部はリスクマシンとユニックスマシンを一つにまとめたデュアルシステムとなっていた。TI は エクスプローラー用にリスプマシン CPU の32ビットマイクロプロセッサも開発した。このチップは Apple の Macintosh2 に接続できるニューバス、ボード型のマイケロエクスプロアラーにも使われた。シンボリックス社は3 6 0 0ファミリとそのオペレーティングシステムゲネラを開発し続け、シンボリックスの CPU をワンチップ化したアイボリーも開発した。 1987年にはアイボリーを使ったいくつかのマシンも開発された。例えば、3のワークステーションやマック向けの拡張ボード、スタンドアイロンのワークステーション、そして組み込みシステムなどにまで利用された。ローミー社は、CAD はアーキテクチャをやめて新たに軽マシンを開発したが、リリースする前に倒産した。倒産直前のローミーでは、巨大仮想空間を複数マシン間で共有する。 分散システムを検討していた。これらのマシンは様々なコンパイルされたリスププログラムに必要なプリミティブ的な操作をハードウェアでサポートしており、データ型チェック、CDR コーディング、並列和ー行ガベージコレクションのハードウェアサポートなどがある。これにより大きなリスププログラムを非常に効率的に動作させることができた。シンボリックス社のマシンは 商用のスーパーミニコンピュータと競合したが、人工知能研究以外の用途に使われることは、ほとんどなかった。一部の例外的な用途として、シンボリックスのリスプマシンは、コンピュータグラフィックスのモデリングやアニメーションにおける、アルゴリズム研究に用いられた例もある。MIT から派生した、リスプマシンは、MIT のマクリスプを先祖とする、リスプマシンリスプという方言を主要言語としていた。 オペレーティングシステムもリスプで書かれていて、オブジェクト指向による拡張も使われていた。後にリスプマシンはコモンリスプをサポートするようになった。BBN は独自のリスプマシンジェリコを開発した。インターリスプが動作するマシンであったが、市場には出されなかった。それに失望した AI グループのメンバーは同社を辞め、その多くがゼロックスのパロアルト研究所に雇われることになった。 したがって、ゼロックス社のパロアルト研究所が開発した、インターリスクやスモーアルトックのような言語が動作するよう設計されたマシンは、グリーンブラッドラの MIT での開発とは独立している。しかし、ゼロックスは史上参入の時期を誤り、ローミーやシンボリックスの後陣を廃することになった。ゼロックス1100、ゼロックス1132、ゼロックス1108、 ゼロックス1109、ゼロックス6085などの機種がある。ゼロックスのリスプマシンのオペレーティングシステムは仮想マシンに移植され、メドレーという名前でいくつかのプラットフォーム上で動作した。ゼロックスのリスプマシンは先進的な開発環境で知られており、アルトから受け継がれた GUI とノートカーズなどが有名である。ゼロックスのマシンは商業的には失敗だったが、 そのグラフィカルユーザー環境や一部の概念は後に、アップルのマッキントッシュと様々なコンピュータに間接的に影響を与えた。ゼロックスはディスクベースのリスプマシンゼロックスコモンリスププロセッサーを試作し、1987年に市販することを計画していたが、実現しなかった。1980年代中頃、 インテグレーテッドインファレンスマシーンズがリスプマシンの試作機インファースターを開発している。1984年から1985年にかけてイギリスのラッケルノースックはノルウェーのノースックデータのミニコンのマイクロプログラムをリスプマシン化して c a d ア用のソフトウェアナレッジプロセッシングシステムを動作させることを試みている。フランスでは2つのリスプマシンプロジェクト M3 リットルトマイアが実施されている。ドイツではシーメンスがリスクベースのリスク用コープロセッサキャリブリーを開発している。日本では1979年に感動した神戸大のタケイティックマイナス7をはじめ理科学研究所のフラッツ、大阪大学のエルビスなどが試作された。富士通のファコムアルファー、NTT 電気通信研究所のエリス、東芝の AI プロセッサ、 日本電機のライムのようにリスプマシン市場への参入を試みた例もある。青山学院大学で開発されたアルプス1は8080 80の特定の命令実行を横取りしハードウェアでデータを処理させるという仕組みであった。情報処理学会のコンピュータ博物館サイトの神戸大リスプマシンの解説の最後にタケイティック -7 のアーキテクチャは あとのファコムアルファーと NTT のエリスが継承した。とあるが、いずれもそのまま引き継いでいるわけではない。ファコムアルファーは、同社のメインフレームないしミニコンのバックエンドとして、動作するものである。またエリスについては関係者が執筆した記事によれば、設計者は32ビットにしただけと言ったりもするが、ベルシーチップにすることを前提に、それに適したアーキテクチャとして設計されており、 そういった点は独自性が強い。リスクワークステーションの性能対価格比の向上により、これらリスクマシンの優位は消え失せ、ミニコンピュータなどともろともに、高水準言語よりのアーキテクチャは、基本的には、過去の異物とみなされるようになった。ワークステーションの後には、パーソナルコンピュータが続き、ワークステーションのメーカーも一掃された。現代では、 一般のデスクトップ PC が特別なハードウェアなしでリスプマシンの何倍も高速にリスプを実行できるようになった。1990年代初めにはリスプマシンを製造していた企業は商売が成り立たなくなった。ゼロックス以外ではシンボリックスが今も残っている唯一の企業でリスプマシン環境をオープン、ゲネラと数式処理システムマキシマを販売している。 各種リスプマシンのオープンソースのエミュレータを作る試みがいくつかなされている。2005年10月3日、MIT は CADOA のソースコードをオープンソースとして公開した。ビジーバースの PDF 文書アーカイブにはシンボリックスのリスプマシン TI エクスプローラーとマイケロエクスプローラー、ゼロックスのインターリスプ D マシンについて各種文書の PDF 版が保管されている。 日本の第5世代コンピュータ計画では、リスプよりもさらに高水準の論理推論の操作をハードウェア化し、プロローグなどの論理プログラミング言語の高速処理を目的としたマシンが開発された。また、プロローグをより直接的に実装することを意図したプロセッサやコプロセッサが1980年代後半から1990年代前半にかけていくつか開発されている。 例えば、カリフォルニア大学バークレー校のベルシー PLM、その後継のプラム、関連するマイクロコード実装などがある。設計レベルに止まり、実際にハードウェアが制作されなかった例もいくつかある。リスプと同様、プロローグの基本計算モデルは、標準的な命令型設計とは大きく異なるため、計算機科学者や電気工学者は根底にある。 計算モデルのエミュレートによって生じるボトルネックを何とか解消しようとしてきた。ニクラウス・ウィルトのリリスプロジェクトでは、モジュラコ言語を試行した独自 CPU を採用している。近年の例には、1990年代終盤に最初に構想された3マイクロシステムズによるものを代表とする Java に最適化された Java プロセッサがある。エリクソンはアーランに 最適化したプロセッサーイコンプを開発したが製品化はしていない。リスクマシンは主に人工知能アプリケーションの領域で使われたがコンピュータグラフィックス、医療画像処理などの分野でも使われた。1980年代の主要な商用エキスパートシステムはリスクマシンに移植されている。インテリコープのナレッジエンジニアリングエンバイロメントザ・カーネギーグループインクの ナレッジクラフト、インファレンスコーポレーションのアートなどである。もともと、リスプマシンはリスプによるソフトウェア開発のための個人用ワークステーションとして設計された。一人の人間が使用するようになっていて、マルチユーザーモードはない。大きなモノクロのビットマップディスプレイ、キーボード、マウス、ネットワークアダプター、ハードディスク、1メガバイト以上のラム、シリアルインターフェース、 拡張カードスロットなどを備えている。カラーグラフィックス、磁気テープ装置、レーザープリンターなどはオプションである。プロセッサはリスプを直接実行するわけではなく、コンパイルされたリスプに最適化された命令セットを持つスタックマシンになっている。初期のリスプマシンはマイクロコードで命令セットを実装していた。いくつかの演算で型チェックとディスパッチが ハードウェアで実行時に行われる。例えば、加算命令は一つだけで、各種数値型の加算を自動的に行う。そのため、リスプコードをコンパイルしたものは非常にコンパクトになる。次の例は、リストの要素それぞれに対して、述語を作用させ、間を返す要素数を数える関数である。この関数をコンパイルした。 機械語コードを逆アセンブルしたものを以下に示す。コマンド。例エントリー。2リクワイアード。例オプショナル。クリエイティングプレディケートリスト。2プッシュ例。クリエイティングカウント。3プッシュ FP3 リスト。4プッシュ2リクリエイティング Y。5ブランチ15。6セット 2CDR プッシュカ FP5.7 セット SP2 アドレスセーブとス SP-1。 10スタートコール FP2 プレディケート11プッシュ FP6 i 12フィニッシュコールマイナス1バリュー13ブランチフォールス1514インクリメント FP4 カウント15エンドップ FP516 ブランチフォールス617セット SP2 アドレス SP-220 リターンシングルスタックオペレーティングシステムは仮想記憶によって 大きなアドレス空間を提供している。OS のメモリ管理機能の一部としてガベージコレクションも行う。すべてのコードは単一のアドレス空間を共有している。メモリに格納されているあらゆるデータオブジェクトにはタグが付属しており、実行時にデータ型を判別できる。単一アドレス空間内に複数の実行スレッドがあり、それらをプロセスと呼ぶ。 全 OS ソフトウェアはリスプで書かれている。ゼロックスはインターリスプ、シンボリックスとローミーと t i はマクリスプから派生したリスプマシンリスプを使っている。コモンリスプが登場するとリスプマシンでもコモンリスプをサポートするようになり、コモンリスプでソフトウェアが書かれるようになった。後期のリスプマシンはワークステーションとしてではなく、 何らかのホストコンピュータに組み込むカードの形で製品化された。シンバーリックス XL1200 などのリスプマシンは特別なグラフィックスカードを備え、グラフィックス機能が強化されていた。そのようなリスプマシンは、イ様画像処理、3次元アニメーション、カナダドルなどに使われた。ありがとうございます。